どうも、東司です。安崎です。龍司です。龍司です。吉富です。吉本興業で梶作のマネージャーです。島津木島と申します。吉本興業で梶作のマネージャーしてます、掛田と申します。新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましたね。はい、明けましたということで、はい、メインの方ではね、はい、みんな家族でお餅つきをやったんですけれども、はい、当時がね、はい、ちょっと部活の都合 で、 そうなんです、間に合わず、このチーム梶作と一緒にちょっとお餅を食べていきましょう、はい、ということでやっていきましょう、はい、やったー。逆にこっちの方が嬉しいです。あら、もうちょっとみんなと食べたいから。確かに嬉しいこと言ってくれるよ。機会が少ないからね、食べる。そうだよね、うん、しかも年の近いそうお兄ちゃんもいるからね。ゆうじさんと食べれるのが一番嬉しい。嬉しい。じゃあ乾杯しましょうか。あ、いいですね、はい、じゃあ、とうじさん乾杯の温度、せっかくですから。そうです。いや、もう普通に、普通で大丈夫。乾杯で大丈夫だ、はい。皆さん、この一年はまあ、まあな、ほとんど何事もなく、うん、まあ、まあ安全に安心に、うん、迎え、新年迎えられたので、うん、今年1年間も頑張りましょう。はい、乾杯。はい、いいですね。ありがとうございます。お、うん、はい、あ、おい、素晴らしい。ありがとうございます。ちょっともうめちゃくちゃお腹空いてるから食べて食べて、いきましょう、はい、いただきます。いただきます。みんながついてくれましたからね、これ、はい、もう好きなの取ってる。めっちゃあるきなこのスプーンはちょっと持ってます。あ、もう2024か。じゃあ24よ。あれ、今年オリンピック来年か。今年？今年？来年？今年？え、なんかあれ今年じゃなかったっけ、オリンピック。もうすぐだよね。うん。確か。24か。あるんか。24。2020がコロナ禍で2021になったから24にあるんだ。あれ、意外、もう早いね。ちょっといろいろありますけど、吉富、ね、うん、醤油砂糖行くわ。あ、つけちゃっていい？いいです。はい、あ、ちょっと待って、その前にこの餅のお皿がオリンピックみたいになってるっていうのをちょっとやらせてもらっていいですか。すいません。だとしたらこれいらないじゃん。そうそう、これがなかったら完璧でしたね。はい、じゃこれで今映ってるかな、編集入って、はい、当時の、オリンピック今年がな、はい、があって、はい、うん、いや、ここオリンピックみたいになってるけど、よっしゃ、編集入ってめんどくさいね。あ、そうだ、ごめんなさい。食べていきましょう。はい、じゃあ、え、砂糖醤油、うん、そう、これ、吉富が考えたやつ。美味しそう。日本人でまだ誰もやってない夢の組み合わせを発見したから、食べてみて。わかった、うん、ね、これね。ちょっときなさっき始まる前に木島くんにそれ言って、木島くんに、うん、うちの祖母もやってましたけれども、普通に言われてたんで。そう、でも本番言わなかった。本番言わなかったとか強要しないで。木島くんにリハーサルまでしたボケなのに。ボケのリハーサルな。そう、いただきます。いただきます。うまい。美味しいよね。例えば砂糖醤油、バーバーもやってたわ。あ、そう、うん、本当定番ですもんね、本当に。まあ、美味しい。美味しい。いただきます。海苔もあるよ。うん、うまい。 いただきます。きなこ行きたいな。めちゃくちゃ美味しい。納豆ってあります？ある。食べたい。あら、ちょっと本編ではなかった、うん、納豆餅なんか あんの？納豆餅好きなんだよ。へー、めっちゃ美味しい。きなこ食べたい。ちゃんと納豆は。あ、もうもろもろ来た。専用パックでいく？専用パックで大丈夫です。あ、いや、皆さんも一緒に食べた方がいいか。いいよ、食べたら持ってきてから、うん、あれなら。ご飯持ってきます。ありがとうございます。おいしい。これ美味しい。うまいな、ね、結構食べれる、うん、あんこもめっちゃ美味しいですよ。ゆうさん、喋るなら。はい、これプライベートビデオじゃないから。すいません、壁の真裏だ、ね。うん、めちゃくちゃ楽しくなっちゃって後ろから喋っちゃいました。顔がすごく嘘くさかった、ね。新年早々、新年2024もよろしくお願いします。何よ、何ちゃんと適当に喋んないで。さあ、ということでね、うん、まあ抱負の方は、はい、あの忘年会でみんな語りましたけども、はい、ようよう考えたら、はい、吉富さん、はい、忘年会参加できてなかったですもんね。そう、ちょっと名古屋で仕事があったので参加できなかった。あ、そういえば、そうそうそう、吉富さんだけちょっと抱負聞いてないなと思ってさ、うんうんうん、
そうですね、うん、まあちょっと、まあ、チーム入らせてもらって、うんうん、3ヶ月ぐらい経ったとか、うんうんうん、ということでちょっとなんかいろいろいろんな場面でボケさせてもらってきたんですけど、うん、変な表現の結構ね、はい、本当に最終的にこう皆さんにこう届いてないボケも、うん、編集で滑って死んでいった、はいはいはい、ボケたちもいっぱいあるので表に出てないね。そうなんですよ、うんうん、だから今年はちょっと打率を上げていこうかな滑らずに、うん、滑らずにちゃんと飛距離も出しつつ、うん、打点も上げ稼いで、はい、あのチームカジサックの大谷翔平ということで頑張ろうかなと。それ2024の挨拶で合ってますその大谷さんは、まあ、大谷さんまあすごいからね今ドジャース決まって、うん、けどさ、その、うん、もう2年、2、3年前にそれ言うなら分かる、うん、二刀流ってことだよ。ほんまリンクしてんのかな、あの人まあでも確かにね、はい、編集のおかげで我々はすごい、はい、助かってる部分あるんだよね、本当に、はい、今のも編集でなくなってる今のはなくなってます、なくなってます、なくなってる、はい、そうまあ、そうですね、今年も、はいはい、頑張ってね、楽しく盛り上げていけたらなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。素晴らしい。どう当時めっちゃ美味しいわ。納豆、うん、行ってみてよ。うん、ちょっと待ってね、一回きな粉ついちゃったから、うん、大丈夫。今年はもっとゲームチャンネル撮りたいな。んうん、おーゲームチャンネル20万人目指したいね。あいつか、あ、まあ、いいですね。よしとみさんも入ってくれたしね、うん、ね、うん、俺フォートナイトはやってるよ。あ、やってる。朝起きたらまずちょっとフォートナイトやるみたいな感じで。だから当時と同じ生活してるじゃん。あ、そう、ちょっと軽くし同じ感じです、ね、忙しいけどちょっと時間見つけて、うんうん、やなんか面白くなってきたからハマってきたから。そういいね。そうか、新シーズン面白いですよね、うんうん、そっからは早いからね。そうなんですよ。うん、いっちゃっていっちゃって、いいですね。食いっぷりが、うん、おいしい、おいしい、すごい。納豆、うん、どこで覚えたんですか。うん、もうすいません、今食べてる途中に話しかけて僕がおるからママ、嫁ザックだ、うん、食べてるみんな、はい、お腹いっぱいですか、うん、いや、あんこ食べてる。あんこ、はい、いいね、いいね、ブツブツ効果しましょう、これね、はい、ありがとうございます。キジマさんがニヤッとしてましたけどキジマさんにニヤッとされたらもうおしまいですよ。キジマさん、ニヤッとしたらおしまいなんですよ。ちょっとされたらおしまいなんですされたら、うん、されたらされたらおしまい変なことまた変なこと言ってるっつって、また変なこと言ってるっつってじゃ、やめて俺が言ってることずっと俺が言ってることずっと、うん、あと、カジサックがいなくて伸び伸びするのまだ変わってないんですよ2024もそれでやらしてもらいます。やらすな、それでやらしてもらうな常に伸び伸びやってください。伸び伸びやってます。そうです。どうなんですか。はい、ジュンさん何がでしょうか。え、2024年ははい、ちょっとやっぱ頑張りたいって気持ちがあると思う。頑張りたいです。頑張りたい。頑張りたいですね。あ、そう。やっぱチームに入って断食をやらせていただいたじゃないですか。うん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 、自分なりにそのやったことないチャレンジをこうやってやっぱりチャンネル YouTube を通してやらせてもらえたのとか、うん、あともう2023年がすごいいろんな経験させていただいたんで、うんうん、2024年もちょっと新しいこと、うん、今までこう体験したことない、経験したことないことをたくさん経験していきたいなと思っております。まあまあちょっと抱負は聞いてなかったですけど、ね、抱負は終わったから言わなくていいって話で、うん、そう、うん、進めたんですけど、そう完全に抱負言ってました。セカンド抱負、セカンド抱負セカンド抱負を聞いたことないよ、セカンド抱負そうなんですよ、ね、じゃあ、はい、まあその意気込みもね、はい、込みでカジサックが帰り際に言ってた、はい、あの、お持ちで怖い話いただいてもいいですかはい、あるの言ってたんですよ、カジサックがね、うん、さっきさ、うん、あの、帰って言ったじゃん、入れ違いぐらいで、うん、その時にお持ちでじゃあ怖い話してよ、うん、怖い話が得意だよ、はい、うん、まあ、2024年も怪談ライブとかあるんで、うん、ぜひちょっとよろしくお願いします、うん、いいですか、ちょっと怖い、ね、せっかくめでたい席なんですけど全然大丈夫です、当時怖い話大丈夫大丈夫、全然大丈夫。じゃあすいません、失礼します、はい、これ聞いた話なんですけどね、お正月になるとこう親戚とかいろいろ集まって、もうみんなこう
家族団らんだったりご親戚一度集まってこうみんなでねワイ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 やるんですよね。で私の友人 A さんって方がその親戚のお家の集まりに行ってでみんなでこうご飯食べたんですよ。まあお餅も出たり お雑煮も出たりおせちも出たりねこういろいろ食べて美味しいな美味しいななんですね。じゃあもうこっからメインイベントだちょっと若いのから順に並べなって言われてねその A さんまだ小学生だったんですよね。こう並べなって言われておいお年玉やるぞって言われてでお兄ちゃんからねこうどんどんもらってってお兄ちゃんお姉ちゃんつってで親戚のお兄ちゃんお姉ちゃんとかどんどん回ってそしたらねおじいちゃんが言うんですよ。あれおかしいぞ A の分ないぞ A さんお年玉もらえなかったんですよね。お年玉もらえなかったんですよね。お年玉もらえなかったんですよ。うん、怖くもなんともなかったこれびっくりするかもしれないけど、はいはいはい、むちゃくちゃ使ってるから、ね、むちゃくちゃ使ってんの全使い全使い編集の力どうにかなんないですか。全使いノーカット全使いノーカットよりのそう人よりのそう誰もいなかったんですよねってなるじゃないですか。大丈夫です、はい、これはもうちょっと良くなかったですね、はい、すみません。いやいやもう全然良くなかったですから大丈夫です。皆さん今もう何の話されてるか分かんないと思いますけれども、はいはい、常さん編集でこれはもうカットされてるただ僕がそわそわしてるだけ、はい、なんか分かんないですけど、はい、常さんが面白く編集して、はい、あまあなんか潤さんがなんかミスったんだろうなっていう感じになってるんで大丈夫です、はい、ありがとうございます。潤さんありがとうございます。尺的にもだからそんな立ってないんで、ありがとうございます。全然大丈夫です。2024もよろしくお願いします編集のおかげですか本当に。何もかもね常さんの編集には救われてますから。マジですか、はい、いつかな、うんうん、編集できるようになりたいおっと思ってて当時なんかそれね、うん、そうでまあ初めはまあゆかこさんに教えてもらって、うんうんうん、でいつかゲームチャンネルを編集できたらなと思って、そうゆかこさんってやっぱその忙しい方だから、うん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 まあそのテロップとかも入れられないじゃん、うん、だからそういう BGM だったりテロップだったりを入れるだけで変わるんじゃないかなっていう、うんうん、ゲームのそうだね。あとは生配信の切り抜きとかもさ、うん、できたら多分いいんじゃないかなって思うんですよね。当時さんこれ、はい、あのマジで始まった頃から言ってたよね、うん、もう本当にそのそういうのが好きだからいろんなね配信者さんの動画そう見てるからそうそう、そういう編集にしたいんだよね。うん、だからそこの面では結構、うん、その知ってるから、うん、だからやっぱりその自分で、まあ、動きたいけど、うんまあ、その簡単にできる話じゃないから、まあね、その勉強とかもあるしね、学業もあるし、ね、確かにだからちょっと人だなくついたらやってみようかなって、うん、いや素晴らしいよ、本当にそれパパとかにも言ったことあるの、うん、あるんだけどって感じ、うん、でもって感じ、まあね、難しいから、うん、まだ先の話だし、はいこれ、はい、アジサクは帰りがけに言ってたんですけど、はいはい、純院長がなんかお餅に関する怖い話があるっていう、お餅に関する怖い、そうなさっきさ当時入れ違いで、はい、いたじゃん、はい、その時に帰りがけに言ってたんだよね、うん、はい行けます行けますあ、本当っすか、ね、あ、行けま す, けますあるのやっぱりこう階段ってのはいろんなジャンルというか、うん、いろんな現場で起きるものなんで、うん、あのお餅に関する起きるもんなんだ階段階段って起きるんですよね、うんうんうん、いいですかはい、うん、僕のですね友人からちょっともうちょっとだけ時間もらっていいまだ傷がえあすいません、なんか傷ちょっと傷がついてて、まあ、どうしたんですかまだちょっとなんかあったんですかあ、どうはい、どうしたんですか一旦やめときます一旦やめときましょう一旦やめときましょうか全然大丈夫ですよすいません、スネさんの編集で面白くなってますありがとうございますずっと面白くなってますスネさん、本当にありがとうございます大丈夫です今年も頼ってます、本当にはい、ありがとうございます、はい、まあ本当だったらお餅つきできたらよかったんですけどねはい、うん、当時もやっぱそこら辺、さすがよねえ何がそのさ昔だったらさお餅つきできない
のをさ、うん、えーってなってたかもしれないじゃん、うんうん、みんなやってんのにさ、うん、僕だけできないって、うん、もう1ミリもそんな素振り見せないもん、まあ、うん、まあそんな気持ちにならないからじゃないかかっこいいなかっこいいなどういうことだよまあしょうがないなって、うん、そう部活とかも振りちゃったし、そうだからせっかくだったらっていう気持ちになる、うん、成長したやりたくないっていう感じじゃなくなってきてる、うん、ちょっとまあいろいろさ俺が喋っちゃったけどさ、うん、当時実はもうさなんか前もさキャンプの時にさ、うん、みんなと話した時にさ当時からの質問とかすごかったじゃん、うん、いやすごいよかったです、うん、当時なんかあるもし、全然これだここのこういう機会だから聞きたいなとか、うん、確かにあとまあ例えばリュウジとかとさ、うんうん、前動画とかでさ一緒にさなんか買い物とか行ったけどさ、うん、あんまり二人で遊べたりとかしてないじゃん、うん、だからまたさ、うん、なんかそういうのしましょうとかさ、うん、あのリュウジさん空いてる日っていつですかこれ来てたんだ結構当時から LINE 来てて遊びに来たみたいな家にあそうじゃんそうですそうずっと遊びに来たいと思ってるんですけど、うん、リュウジさんが忙しいからちょうどタイミングが合わなくて編集とかでそうかまだ来れてないんですけど一人暮らしした、はい、うん、だから行きたいっすね、はい、一緒にゲームとかしたい一緒にしましょうゲーム、ね、でフォートナイトも教えられるしあいいじゃん、まあ、いいな それじゃあ今年はまずそれが ねそうですねできたらいいね一回はやってみたいです ねそうだね、うん、あちょっとずっと気になってたんですけど、うん、安武さんって、はい、あの結婚して幸せですか今ですか、はい、むちゃくちゃ幸せですよいいや人生で一番幸せです、うん、今がインスタのが見れてすごい楽しそうだなと思って、うん、ありがとうございます、はい、ディズニーランドとか行ってるからあそれはそう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 え喧嘩とかしないの喧嘩ねしないねなんかね、そのお互いすごいはっきり言うの、うん、意見を、うん、周りくどく言わないから喧嘩になる手前でこれはこうじゃないでもこれはこうじゃないっていう話し合いになるからあじゃあこうしようかっていう風になるから、そこまで至らないというかなるほど、でもお互いすごいズバズバ言うからはたから見たら喧嘩してるに見えるかもしれない、うん、そうなんだそうでも、うん、喧嘩はねあのやっぱりそれこそパパとママとかトンボさんたちとか常嫁さんとかを見てるからさ、うん、こういう夫婦夫婦でこういうところまあそれが当たり前なのかなと思ってたからそんなこともない人もいるんだなと思ってあ喧嘩とかそう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 いやいや喧嘩もいずれするとは思うよ、うん、でも今まだそんなさだってまだ2年とかまあそうだね結婚してからそうそうそう結婚してからで言うそうね2年ぐらいで、うん、1年2年経ってないからねまだそういうことはないけど、うん、もうすごい楽しい、うん確かにめっちゃ幸せそう、一緒にご飯行かしてもらったこともあってああそうだね、はい、めっちゃ仲いいの、うん、なんかムール貝とか、うん、おしゃれなチーズ4種をなんかわけわけして食べてたいやいやおしゃれいや安武安武ありがとうございますやらせていただいておりますすごいそんな頼んでたんですか、うんうん、そうそうおしゃれ、ね、たまたまねそういう時があった、でもすごい幸せいやもう僕の中ではもっとその吉富さんといろいろしたいですけどね、うん、そうね、はい、確かにゲームとかしたりゲームね、はい、いやほんとそう俺ももっとしたいんだけど、うん、確かに実際時間はね少ないかもしれんけどまあ寝なけりゃいいからまあそうやろう、はい、寝ないわ俺もいつか死にますよ死んでもいいよ死んだら終わりなんですよ全部ゲームして死ぬならいい幸せに死ぬならいいと同じ感じですかいい、うん、でもちょっとマジででもなんかやりたいねやりたいっすね確かにな絶叫系苦手ですかあバイオハザードとか、はい、そっち系、はい、俺ね意外といや苦手ではないんだけど、はい、寝垢だからポップだから、はいはい、あんまそういう暗い方行かないんだよ意味わかんねえ、はい、暗くねえだろなんか暗いなって思う、はい、なんかバイオハザードってあ、はいはい、もっと明るいところでやってくんねえかなって思っちゃうハッピーなゲームやっときゃいいやん昼のバイオハザードがあればそっちやる昼のバイオハザード全然変わらないゾンビ一切出ないモンハンがめちゃくちゃうまかったんだよいい
一時はもう本当に1日もうモンハンしかしてないぐらい、やば、うん、5時間ぐらい寝てあとモンハン、うん、そう、それでそこでうまいからって入ってきたけど、うん、スイカゲームめちゃくちゃ下手だった。スイカができない。現状まだできてない。できてない。ノイローゼになってる。ノイローゼ。やりましょうよ。リュウジの家にも遊びに行かなかんと思ってるし。あ、じゃあ一緒に行きます。うん、一緒に行こう。二人で突っ込みます。うん。とつっちゃいます。とつっちゃう。とつっちゃいます。どうなんで。全然大丈夫です。うちの大丈夫。出していただいて大丈夫です。あ、本当。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。それで鍋とかやったら。あ、最高ですね。確かにね。そうですね。ゲーム&鍋。おー、めっちゃいいじゃん。めっちゃ楽しそう。ね。どうしました、どうした。いや、実はちょっとやってほしい企画があって、ちょっと話変えるんですけど。うん、全然。闇鍋やってほしいです。闇鍋ね、好きなもんそれぞれが入れて、大人がいつか、はい、でも大人がやるからいいのもあるかもしれないね、はい、うん、小部屋とかでもいいかもしれないもんね、はい、チームで闇鍋とかさ、そう、だから闇鍋とかそういうのやってほしい、3人でやったらいいじゃん、その時闇鍋ね、元氏にも好きなもん買ってきて、多分この人が一番ボケますよね。いや、でも、吉富さんはね、食とかにはちょっとちゃんとしたいことがあるから、だから、本当に美味しいもん入れるか、うん、食えねえもん入れるかとか、そういうことでしょ、はい、うん、の二択っすよね、食えねえもん入れる感じだと思ってたってこと、はい、めっちゃ多分、旬とか調べておる。ガチガチに入れる。本当に、そう、うまーってなんでしょ、この闇鍋うまーそう、そっち行っちゃうから行っちゃうんすよ。そう、でもリュウジも優しいからさ、はい、あんまりやりづらいじゃん、トモジ君が食べるなって思うとさ、じゃあ僕がふざけるしかないっすよね、うん、そう、うん、なってくるか、うん、それか、はい、吉富さんとトモジと準院長さんでやってもらうからですね。あ、やりましょう、やります、はい、やります。変な空気になる。お二人がニヤニヤしてますから、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、本当に木島さん、よろしくお願いします。木島さんもよろしくお願いします。お願いします。どういうこと、パパをってパパをって。でも本当に迷惑かけるかもしれない。素晴らしい静かにしている。いや、本当に、本当にさ、本当にしっかりしすぎてます、本当に。いつも申し訳ないです、こっちがもう。パパ見るからね、これ。何を見る、本当にお願いしますって感じで。当時がしっかりしたってことですよ、うん、素晴らしい。だってこうやってさ、うん、当時なんかあるってさ、聞いたらさ、こうやってみんなに触れるぐらいあってさ、本当、いろいろさ、本当成長したよね。当たり前だけど、まあ、当たり、うん、まあそう、うん、当たり前なのかわかんないけど、うん、成長したのかな。いや、素晴らしいよ、トークとかも含めね、うん、そうじゃ人間性的にもさ、素晴らしいと思う。背も伸びたしね。背も伸びたんすよ、うん、はい、もうすぐトモさん抜けるもんね。トモさん抜きますね。あと2センチ。あと2センチ。ね、そんな感じで、うん、でも、まだそういえば当時、純院長に振ってなかったからさ、うん、そういえばね、純院長ってなんか、さっき、うん、カジサックが帰りがけにね、言ってたんだけど、うん、なんか、お餅にまつわる怖い話、怖い話が得意で、ほうほうほう、はい、お餅にまつわる怖い話してよって言ってたのよ、うん、帰り、さっきすれ違ったじゃん、帰りがけ、うん、そうそう、だからそれ、ちょっとせっかく最後にそれでじゃあ、締めてもらおう、はい、お餅にまつわる、そう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 、へぇ、ちょっと初めて聞いたの、あるんですよ、これはですね、僕の友達の A さんという方から聞いた話なんですけど、お正月になってこう家族親戚でこう集まるのとかあるじゃないですか、はい、でこうやってみんなでね集まってご飯食べたりして、でその時に、まあ、おせちも出てこうお雑煮に入るお餅が入ってで、お餅もたくさんあってみんなこう楽しみに、わー楽しみになりましたってこうきな粉もつけたりとかね、こう醤油砂糖つけたりで磯辺焼きもつけたりで、あんこなんかつけたりして、みんなでお餅をね一生懸命食べたんですよ、いっぱい食べて、美味しいね美味しいねなんて、で今年もよろしくねなんて言ってた。そしたら、おい分けのからどんどん並べっつって、
で、そこのおじいちゃんがですね、こうみんなお年玉やるからで、こう並ばせてこうやってお年玉渡してたんですね、みんなに。で、A さんがね、自分の番そろそろだなぁと思ってずっと待ったら、なんかね、おじいちゃんの顔色がおかしいんですよ。あれ、どうしたの？って言ったら、おじいさんが、こう、A さんの時に、ね、渡す時に、ってなったんですよ、ね。え、おじいちゃん大丈夫？おじいちゃん大丈夫？って、って、ポッて出たのがね、キャッチしたら、まん丸のお餅だったんですよね。まん丸のお餅だったんですよね。お年玉くれたんですよね。良いお年を。もう2024 2020始めたばかりで良いお年をすな、良いお年をすな。リュウジも笑顔で振ってんじゃないすごくない、すごくない、すごいです、うん。まあ、つめさんの編集で、はい、その話してる部分は残念ながらカットされてますけど、早送りになってる一度もあなたを話してないことになってますずっとヘラヘラしてこないそう、どうなってるか分かんないですけれども、はい、まあまあまあ、はいはい、2024年も楽しくやっていきましょう、はい、ということで、はい、じゃあ最後、視聴者の皆様にね、はい、じゃあ今年もよろしくお願いします、はい、じゃあ当時さん、お願いします、お願いします、今年もカジサックチャンネルを、よろしくお願いします、よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。